こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しております、コラボゼガーです。さて、小さな会社は動画をやるべき、その2いきたいと思います。まず動画っていうのはめちゃくちゃデータが重いんですよ。でデータが重いっていうのはピンとこないと思うんですね、一般の人たちにとってみれば。で1枚の写真ありますよね。で動画っていうのはその写真がパラ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 ってなってるような、昔ね、遊んだことあると思うんですよね。教科書のところに絵を描いてこうパラパラパラってな、ああいう風なイメージです。その1秒間に24枚とか、30枚とか、あと60枚とかと、こういう風なものがバーッとこう連なってるのが動画なんですけど、10秒とか1分とか5分とかになってくると、これまた膨大なデータになるんですね。でそういうものを通常お客様にこれ1分間の動画作りましたんでご覧くださいなんていう元データなんかを送ったら、お客さんすっごい嫌がります。まず、メールで送ってもなかなか開けられなかったり、それをダウンロードするまでにものすごい時間をかかってしまって、他の業務に差し支えるっていうことが起こるんですね。でそれをパッと解消してくれるのが YouTube です。動画を作って YouTube にアップロードすると YouTube の URL が発行されるんですね、はい、その URL をメールに貼り付けたり LINE に送ったり SNS の、メッセンジャーなりいろんなものでこう送ることによって、そこをタップすれば、はい、一回 YouTube を経由するんですが、その動画をスムーズに見ることができるっていうことができるんです。ということでお客様がダウンロードする必要は一切ない。見に行く見に行かないはお客様に、そういった部分で重いデータの情報やり取りも YouTube があればダイレクトに送ることができるんです、ね。そういったところでも YouTube 活用すると非常に、ビジネスが円滑に、動画を円滑に見ていただくことができます。レッツ動画。